はい、どうも、クリアでーす。前回なんかいろんな説明をぐちゃぐちゃしながらプレイしちゃったんですけど、ちょっとヨッシーアイランドがやりたくてしょうがなかった巨大ワンワン注意、やっていこうと思います。よいしょ、ウィーウィー、ワンワンがこれ振ってくる感じですね。よいしょ、ちょっともうまだ操作に若干まだ慣れてなくてさ、よいしょ、もしも死ぬようなことがあればガチャ引きます。よいしょ。で、ここはですね、奈落の底に落ちたらもうワンガチャですよいきなりワンガチャ。こんなところでもう大体10個ぐらいしか余力がないんで、それをこんなところで使ってしまうと、もう現金を消費することになっちゃいますね。よいしょ、ここら辺なんかない、よい、ちょっと待って、あ、一応左のは十字キーになるか。いや、まだちょっとなんか慣れねえな。このリングをくぐっている中間ですね、中間。はい、ヒントを教えてくれ。覚えてますか？ Y ボタン下で卵を作って A ボタンで投げる。 OK です、 OK です。A ボタンで投げる。投げると、よいしょ。敵を踏むと、こう、高くジャンプができますよっていう、そういうことですね。入れる？入れない。まあ、かっこいいのは、こんだけでしょ。まあ、さすがに1の2でそんな難しいような、こう、意地悪なことしないでしょ。これ矢印は右を向いてるんだけど、こういう時は左に行ってみるもんですよ。特に何もなさそうですね。あれ、これヨッシーアイランドって Y 押しっぱじゃん、 Y 押しっぱと押しっぱでない時で移動速度変わんねえんだ、知らなかった。昔はなんか多分ずーっと Y を押しっぱにしてた気がするな。押しっぱにしなくていいんだ。スタートボタンを押せばその時の成績がスコアボードに出ます。またボーナスチャレンジなどでいただいたアイテムは左右十字ボタンで選んでから A ボタンで使います。キャンセルは B ボタンです。あ、なんかアイテム欲しいですね。なんかお守りのやつとか手に入れば楽になる。よいしょ、変身アイテム、ヘリコプターにモーフィーング。変身しよう。矢印コインを頼りにヨッシーブロックにたどり着けば赤ちゃんもワープしてくるので心配しなくていいです。あ、間違えたさっきから操作が若干怪しい。よいしょ、こう来て、コイン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 、ウィー。確かこの状態って被弾しても別に被弾とかそういうなんもないよね。こっちは特にな、もう来た道だな。大丈夫だな。取り逃しがないように、このゆっくりゆっくり行くねできれば100点満点を取ると嬉しいなーっていう気持ちになると思うので、よーく見るとこの赤コインのやつってなんか色がね、あ、あそこにお花が、色が若干この赤寄りの黄色でなんで、ウィー、横にぶつかるとこの減速か、減速っていうか、ここは一気に留意しちゃいましょう。てかもう当たっちゃダメなんじゃないかな。よいしょ、ここが終わりだけど、ヒティなんかない？その辺、そこなんかない？あー、あ、踏んづける分はいいっぽいな。あそこなんかあるよね？なんかあったような気がするんだよな。で、元の姿に戻っちゃうと、もう、聞けなくなっちゃうので、左の方にまた歩いて戻ってくりゃいいだけなんだろうけど、ここ、ヒュイ
やろう。なんてことを。ちょっと待って、あそこなんかあったと思うんだよな。よいしょ、赤コインがあるし、いけない。あれ戻ればいいんじゃないかな。戻ってみようかな。だってこのヘリさんを使わんといけないよね。よいしょ、戻ったら、もう一回、ワンモアヘリさせてください。まさか、被弾して、真下に、こう、終わり、強制終了とは、そういうトラップがあるとは思ってなかった。やったー！何回でもヘリになれる。優しい！まあ、一面だしね。でも、後半の方になってくると、このなんか、初見殺しというか、もう、取り返せないタイプの意地悪をしてくるようになるよね。よいしょ、よし、これいいかな。もうおしまいかな。これで赤コインがあと3つ、花と赤コイン3つ、ゴール近そうだな。この辺に、あ、ワンアップ、よいしょ、えい、おーし、あと赤コイン、あ、3つあるじゃん、そこ、イエイ。あとは被弾せずにクリアすれば終わりですね。よいしょ、クリアすれば、よし、ワンワン要素あんまり最初と最後だけだったボーナス目ゲームさせてくれない。アイテムが欲しい、なんか素敵なアイテムが欲しいんだけど。ベベルベロベロリーン、はい、ということで、1-2 クリアしました。ここまでいっても死んでないですね。あ、まだ時間的に余裕がありそうだから、こう、1-3もクリアしちゃうか。プチパックンの洞窟。前回は、ほら、オープニングを、おいしょ。オープニングを長々と、こう、読んでたから、それのせいで、時間を食っちゃっただけで。ワンワン岩だー。よいしょ。必殺ヒップドロップ。ドロップしますか。へい。ここはもうヒップドロップチュートリアルっていうことかな。うわぁ、プチパック、ここはうい、あー、やっぱり赤コインがここにあったか。下手にこの壊してしまうとプチパックンがうろちょろと来ちゃうから。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。卵を投げる操作はじっくりイケイケタイプ2種類あります。切り替えますか。そのまんま、よいしょ、こっち、あ、花がある、花を取っておきたい。敵が、じゃあこの狭いところなら、ち、思ってたのと違う卵を無駄に消費しただけだったこう壁にぶつけて赤い状態で敵に当たらないかなと思ったけど、最初はどうも踏んづけてしまったみたいですね。ボーナスゲームやりたい。よいしょ、そうか、中間でいっぱい補充できてるから、それで、美味しい思いしてるのか。よいしょ。よし、30！ これで被弾せずに攻略すればいいから、ちょっと、慎重に行こう。あ、間違えちゃった。吐き出すなし。赤コインは？あ、まだ7枚。花とかまだまだいっぱいあんな。
あれでも鍵どこにあるんだっけ、わかんなくなっちゃった。よいしょ。あー届かないですね。踏んで敵を踏むとなんかこうウィーンってこうホバリングがこの上昇、上方向に上昇するから、それを使えばいいけど、あれー、これの鍵ってどこにあるんだっけ、もう忘れちゃった。うわー全然覚えてない。先の方にあるんだっけ。イエーイ、被弾せずに。よいしょ、なんかあるな、怪しい、こいつは怪しい。あ、鍵あるし、あんなところに鍵あるし。あ、ダメか、下じゃダメ。イエイイエイ、トンゴなくなっちゃった。全部使い尽くしちゃったけど、プチパックンがいっぱいいるからね、別にいいんじゃないかな。何かな、何かな。風船投げバトル、メーターがいっぱいになるまでにコマンド入力して風船を渡すミニゲームです。風船が爆発したとき持っていた方が負け、どっちが勝つか勝負だ。これね、こう風船がプクプクブブー、風船がプクプク膨らんでいく、こう左 X、 あ、こう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 こいと、こうこんな感じでやっていくわけですけど、大きくなるまでこうキープしてればいいんじゃないかな。プク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 、どこまで大きくなるんだっけ、よくわかんねえなこれ。やべえな。あ、大丈夫。ちょっと、よっしゃー。卑劣な作戦。こう膨らま、自分の持ってる時に膨らませて爆発する寸前で相手に渡すっていうね、こう。それだけでいいんで。あ、いえいえいえ、プチパックンいた。くそ、なんか背景に紛れて。でも、今はちょっと食って、よいしょ、卵にしたい。よいしょー、どうしようかな。スターのお守り足りなくなるんじゃないか、まさか。もう一個ぐらい中間が欲しいな。あ、でも、ういぃー、下手くそ。あ、いっぱい欲しくれるけど、けど、よいしょ。あ、なんか随分耐久高かったな。随分残っててくれた。もっと早くこう消えてしまうかと思ったけど。あ、こんなところに赤コインが。こんなところに赤コインが。よいしょ。あと5枚。フラワーは2つ。もうここには赤コインが。食べて卵にしておきたいんだけど、怖い。このワンワンよはなんか使いそうな気がするな。よし、そこら辺でブレーキでちょっと止まっててくれ。よし。補充したい。なんやかんやこう、卵があるとこう、便利だから。よいしょー。あれ？お前はどこに行った？使いそうと思ったけど使わなかったな。画面の狭間に消滅してしまった。ここなんかあるのかな。おお、ワンアップがあった。いよいよ、いよ。できる限り、このヒップドロップで壊した方が、この、なんていうの、楽ちんというかね。よいしょ。なんかあるのかな。種の状態だと、そのまんまヨッシーがごっくんこしちゃうんだけど、この、孵化したプチパックンの状態になれば、卵にすることができる。卵にすることができるっていうけど、この卵のこのよくわかんないですけどね。お、あ、うそ。この矢印が出てる間しか多分ここ潜れなかったと思うけど、コインだけかなこれ。コインだけ臭い。赤コインはなさそうな気がすんな。ちょっといやらしいところにプチパックンが収納されてたな。あんなところにいたら、踏んづけ、あ、だから、落ちる前に食べなさいだったのか。失敗したな。よいしょ、よいしょ。か、待って。
ワンワンや待って、危ない危ない。ここら辺で勢いを殺してくれない、勢いが死んでくれない。いや待て待て待て、もうちょっと高いところにして転がってくれば、よし来た来た来た、よしよしよし。おっと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 、この辺でバランスをとって、よっか、左に加速度がついてしまった。ちょっと待てよ、よっよっ、上に行きたいんだけどな、これ結構難しいな、なんかこの加速度がついてる。うー、向こうに行っちゃった。ワンワインはいる？多分ワンワインはいらねえんじゃねえの。よっ、うおー、超えられない。このいやらしい地形してんな、これ。いやらしい地形してんな。ちょっと待って待て。いいよいいよいいよ。よいしょ。いやいったいった。よし、赤コインも OK。だけど、さっき被弾しちゃったのが痛かったな。5!5! どうやって稼げばいいんだ？お。これ、いや待てよ、もうちょっとこうして、ここで下のバウンド、もうちょい右行け、もう左に来た。いや、それよりも下上、下上こうか。いて、ちょっとちょ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 、全く全く無意味、全く無意味。ああ、間違えた。いいだろういいだろう、いけるいける。下上下上、よいしょ、こうして、あ、間違えた。ああ、意外とシビアだな、この。あ、そっか、角度をもうちょっとつければいいか。ここに来た段階で、こうして、もうちょいこう、おいしょ。あ、あんまり左に行きすぎると、また、戻れなくていいんだけど、よいしょ。ドゥイ！ちょっと待って待って待って。どうしようかなー。ワンバウンドだったら簡単なんだけど、終わりだよなー。よしよし、なんとか稼ごう、なんとか稼ぎますよ。無限脇、こいつの無限脇をうまく使って、さっきできたもんな。だから、できるんですよ。うまく頑張れば。頑張ればできるんだけど。よいしょ。よいしょ。うおー、このギュイギュイギュイ、ギュイギュイギュイがなければ。よいしょ。思った以上に尺が、時間差し迫ってんな。まあ別に100点じゃなくてもいいか。また次、次来るときに100点取ればいいや。おっと。今回は95点で、まあいいよ。時間がちょっと思った以上に20分に差し迫ってるから。オッケー、ボーナスゲーム、時間差し迫ってるって言ってんのにボーナスゲーム、こんな時にだけボーナスゲームが来てしまうわけですか。残念ながら95点だったわけですけど、あのプチパックンがね、あの隙間にいた時にスイッチを早く押しちゃったのがまずかったな。先にプチパックンを倒してこのやっとけばよかった。
どれだ？違うー。ブブなるほど。3枚まで。てか、ルール先に教えてくれよ。3枚出して、どんだけマリオが出るかと、ベビーマリオが出るかということですね。95点、残念ながらあと5点足りませんでしたが、まあ、そこは、必要になれば100点にしましょうということで、次回は、中ボス攻略していこうと思います。それでは、今回はここまでですね。お疲れ様です。